こうして日台関係が世界にまれに見るこの兄弟のような関係を続けてこれたのも、やはりそういう政治の面でいろいろな問題があっても、本当に民間のそれぞれ両国の国民の皆さんが絶えず我々政治の場から違うところで離れているところで友好を深めていただいた、信頼関係を築いていただいた、日本と中華民国台湾との国民の皆さんが人間関係を築いていただいた、そういう強固な絆の私はおかげで今日の日台関係というものが緩みないものが作り上げていただいたというふうに思っております。今後それをさらに、進展をさせ発展をさせていくことが、当協会の新しく社団法人、一般社団法人として生まれ変わった私どもの責任であり使命であるというふうに思っております。今日は改めて阿戸新年協会25年度の総会、そして講演会並びに今のその懇親会お招きいただきまして心から感謝申し上げます。今日の会合は本当に非常に円満にまた有意義に開催されましたことを私たち代表者といたしましては心からお喜びを申し上げますと同時に、本当に皆様方日頃当代表者に対していろんな面におきましてご支援ご協力をいただいていることを改めて感謝を申し上げます。阿戸新年協会、創立以来もう非常に歴史がありまして、まあ、私個人の話になりますけれども、東京3度目の勤務でございますけれども、初めての勤務の時から約20年前でございますが、時々またいろんな会合で皆様方とお会いできまして、またいろんな教授をいただいていることを本当に感謝申し上げます。阿戸新年協会日頃留学生やまた台湾との付き合い訪問団の組んで台湾に何かありましたときに必ず我が国の政府をご支持いただいて、阿戸新年協会のその会員の方々、そういう台湾に対するその支持、そういう気持ちをですね表していただいていること、それは日本と台湾との関係の根源の一つでございます。本当に今日は新代表が来てご挨拶を申し上げるべきでございますけれども、たまたま今日本全国であちこち駆け回って訪問しておりまして、今日は宮城県村井知事仙台に訪問しているところでございますので、くれぐれも皆様方によろしくとのことをお伝え申し上げます。新代表着任してからいろんな面におきましてかなりの進展がございました。先ほど会場で玉沢先生からこの度の立体漁業会議協議まとまりましたねということをお話がありました。そういう立体漁業協議1996年から第1回目の会談が行われて以来もう17年間経ちました。この17年間の後に労働開発時間前が歳月をかけて幸いにですね去年の8月前級総統の平和 東シナ海平和イニシアチームを提唱して、そしてその後日本が国内におきましては政権交代して安倍政権が誕生されて、お互いの一体関係非常に重視して、そしてこの懸案を解決してこられました。そういう一体漁業協議 につきましてはどんなものかということにつきましてはご存知の通りと思うんですけれども、要するに日本と台湾との間にはその先ほど平理事長のお話の中にもありましたように EZ 経済排他的水域のその重複のところでいろんな魚
取るの問題もあるし、島の問題もあるし、そういう問題は今のこの立体漁業協議がの締結によってもう解決できたという状態になります。沖縄の方々には、ちょっと少しお声がありますけれども、台湾と日本との、特に台湾と沖縄とのその友好関係、お互いにその海で有合理的、また永遠でその漁場を、その海域を資源保護しながら、お互いに共同の利益を作ることを考えて交流して、一層の理解をまとめながら、それは一体関係もっと進んでいけると、あるいは私たちはそういうふうに信じて、またこれからもそういう一体信じ友好の推進には、その私たちの扱う、そういう使命でございます。先般国級や宝塚歌劇団は4月の6日から12日まで台北公演が行われました。大成功でございました。切符は入場券が完売の状態でございまして、その日本の文化、台湾で台湾人もとしてもらうことができました。そういう文化交流は、これも私たち今年の一番大きなそのイベントでございまして、また他にいろんなイベントを通じて立体交流、総合理解を深めていけると思うんですけれども、もう一つは来年の4月からのその故宮文物の東京展示のそのイベントでございますけれども、それは東京と九州、東京の国立東京博物館と九州の国立博物館2カ所で展示することになりますので、そういう時期にはぜひ皆様方、台湾に行ってもいいんですけれども、日本でもそういう国級の文物を観覧できることになるわけでございますので、そういう国級文物の日本展示につきましては、それも今防衛会長玉川先生、日本国会議員の先生方々から国会でそういう法律を、美術公開促進法という法律を国会で立法して、その実現できたわけでございます。本当にこういう日本と台湾との関係につきましては、これからもいろんな面におきまして、阿東新人協会の方々はじめ、日本の皆様方、また政界政治家の皆さん方々からのお力の合わせで、立体関係をもっと進めていけると、そういうふうに念願して確信しております。終わりに、会のご発展と皆様方のご多幸を記念いたしまして、私の挨拶をさせていただきます。今日はおめでとうございます。ありがとうございました。今からこそですね、日本と台湾の関係は、ますます重要になっていくと私は思っております。まあ、アジアは世界で一番豊かになっていく地域ですけど、特にこの東シナ海はですね、李旧総統のおっしゃるように、本当に平和の海に、共存共栄の海にしていかなければなりません。日台親善の架け橋となるべく頑張りますので、今後とも皆様ご指導よろしくお願い申し上げます。本日はおめでとうございました。ぜひですね、少しでも日台関係の発展のために、そうしたこれまでの縁日というものを生かしながら尽力を生かしてまいりたいと思いますので、どうぞ引き続き皆さんのご指導賜りますようお願い申し上げて、協会のますますのご発展をお祈りいたしたいと思います。おめでとうございました。